こんにちは。北海道大学から参りました瀬那覇と申します。よろしくお願いいたします。今日はまずはお招きいただき本当にありがとうございます。貴重な勉強の機会にもなりましたし、また北海道大学という地方でやっている取り組みについて紹介できることを大変嬉しく思っております。今日は昨年7月に北海道大学で開催しました短期集中型の英語による国際研修授業PMF2016 についてクール北海道グローカルな文化研究を創造すると題してご報告いたします。報告のキーワードはクールもしくは魅力あるです。よろしくお願いいたします。ちなみにこれはこの授業のために手作りしたロゴです。結構助かってます。魅力ある北海道という地域で魅力的でありたいと願う北海道大学が魅力ある文化研究の授業を提供しました。さまざまなバックグラウンドを持つ受講生が揃い、座学だけではなくグループワークやフィールドワーク、昼食会といった学生同士の相互交流を促す取り組みにより、文化研究という学問領域の枠を超え、学生の異文化理解能力および国際的コミュニケーション能力の向上が顕著に見られました。この授業を通して海外留学や海外大学院への進学を考える学生も現れ、企画担当者としては本授業は非常に有意義なものであったというふうに考えております。本日はここにもあるように項目を8つに分けて30分以内で駆け足で終わっておりたいと思います。北海道のイメージを一言で言えばクール北海道、涼しい、きれい、かっこいい、そして魅力あるです。ユネスコ自然遺産に指定された豊かな大自然、アイヌ民族が築き上げた伝統文化、内地の人々による蝦夷開拓の歴史、音楽祭、芸術祭、よさこい、雪まつりなどの現代文化、冬季アジア大会、冬季オリンピックなどの実績を持つスポーツ文化、そして LGBT ムーブメントの先進都市、次年度パートナーシップ制度が要項として施行される予定です。そういった全国初の指令都市としての LGBT 都市という象徴性も持っております。また北海道の魅力あるイメージとしてやっぱり観光地としての人気は世界的にも高い。北海道夏は避暑地で冬はスキーリゾート、アジアのスイス、北半球のニュージーランドというふうに呼ぶ人もいるらしいです。世界的に有名な旅行ガイドブックの「ロンリープラネット」という雑誌があるんですけれども、その中で去年の7月1年以内に行くべきアジアの旅行先トップ10、そこでトップに選ばれたのは日本の北海道でした。そしてまたある旅行口コミサイトでは世界で7位、非常に魅力ある場所、それが北海道だと言えるでしょう。さてその魅力あるその北海道大学もその魅力づくりに必死です。そのツールが北海道大学をグローバル化に対応させる教育改革プラン、北海道大学ユニバーサルキャンパスイニシアチブ HUCI というんですけれども、それです。2014年9月文部科学省のスーパーグローバル大学創生支援事業の採択により10年間の財政支援を受けることになりました。HUCI は2014年に開始、世界の課題解決に貢献する大学へと大学改革を行うための改革10年戦略で、2014年から大学早期150年にあたる2026年までを想定してプランを作っているものであります。でこの大学プランには4つほど大きなメニューがあります。ここであまり細かく説明しませんけど、特待生学部のようなものであったりとかですね、いろいろあるんですけれども、その4つのメニューの中の1つが今回取り上げるサマーインスティテュートというものです。その内容は世界の問題解決に貢献する人材を世界トップクラスの人物と共同して北海道で教育することを目的にして2015年の施行年を経て2016年度に本格的に始まりました。そしてクール北海道と北大の教育改革を積極的に取り入れたのが今日のメイントピックである PMF2016 です。2015年度の施行改革と本年度とともに参画しました。正式名はここにもありますように PMF2016 Art, Politics and Economy というもので、単位は2単位、文学部の授業としても、もしくは全学の国際交流科目としても登録が可能な授業になっています。で、講師陣にはトップランナーを呼べということになっておりましたので、素直にハワイ大学教授の吉原真理さんと今日も活躍されている矢口雄仁さんをお願いしました。吉原真理さんはアメリカの研究誌「アメリカン・スタディーズ」の編集長を務めているまさしく世界のトップランナーであり、また矢口雄二さんもアイヌ先住民族だけではなくてハワイについても世界のトップランナーとしての研究業績を残されている。またこういった日本人といったら変なんですけれども、簡単に言うとロールモデルになれる人ということも講師を選ぶ上で非常に重要な鍵となりました。そして実施支援体制なんですけれども、講師陣に加えこのような支援スタッフを用意しました。3人僕はオーガナイザーのような形をして、講師がいて、でサポートする TA と英文の講師者がいて、でこのような事務処理を全て処理してくれる URA ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーターというポジションの人がいまして、でそしてこの授業のポイントであるところの PMF という音楽祭との手はずを整えたり、もしくはもう一つのアイヌ民族博物館に行く準備をしたりであると、このようになるべく仕事を分散させて個々人の教員や職員に負担が偏らないように努力をしました。で授業全体のコンセプトは、教育上の基本的な哲学としてはサステナビリティ、つまり持続可能な開発のための教育の概念というものを取り入れる、つまりグローバルに考え、地域で行動を起こし、そして自らを変えていくという、英語で言うと Think globally, act locally and change personallyというものがこの授業の中で実践できればいいなというふうに思いました。で実際この研究教育分野の中でもエスノグラフィーという手法を用いたのがもう一つの特徴といえます。これはグローバルな視点概念から地域の実態や課題に着目し、個人の経験思考を通して行う学問的検証提言というものであります。吉原さんはこれの専門家で、文化研究というデータ集積型ではなくて個人と話をして、ここでデータを文化研究的にまとめていくというものでした。ですのでキーワードとしてはもちろんグローバル、ローカル、パーソナルな知見経験となります。研究対象というのは音楽であったり民族というものであったわけですけれども、こういうアプローチというものが非常に汎用性が高いということでいい選択をしたのではないかというふうに思います。で授業の中で先ほど言いました PMF とはこういう形で授業の枠組みを作っていきました。PMF というのは1990年にバーンスタインという指揮者の提唱で始まった日本のクラシック音楽の国際教育音楽祭で札幌市が主催をしております。タングルウッド音楽祭、シュレスヴィヒホルスタイン音楽祭とともに世界三大教育音楽祭の一つというふうに言われております。でまたアイヌ民族博物館というものは1984年に開館したアイヌ先住民に関する施設なんですけれども、2020年には国立アイヌ民族博物館という形で国営化されるという新たな局面を迎えている先住民研究施設であります。こういった2つの文化的な事業というものを座学やフィールドワーク等々に取り入れることでもってこの授業を開きました。でもう一つ特徴的なものはこの論文執筆ワークショップというものですね。これは吉原先生と矢口先生が非常に強く主張されたもので、やはり授業として大学で展開するからには論文が書けないといけない、論が立てられないといけないということで取り入れました。日程はこういったものです。結構タフな授業で250ページぐらいの教科書が2冊で論文1本参考図書が3冊余り、8日間の授業ですからこれは結構大変だったんじゃないかというふうに思います。そして受講生は全体で17名集まりました。日本人が10名、ここに書いてる通りです。で専門分野も学部の授業だったので随分いろんな分野から集まりました。で、これが、最後の頃の皆さんの様子で、これがアイヌ博物館に行った時のもので、これが PMF というコンサートに行った時の、雰囲気です。で、アンケートを事前に取りました。どうしてこの授業を取るのか、いろいろ書かれています。英語はそのまま彼らのものをコピーしたのでちょっと変な英語もあるかもしれませんが、受講理由としてはまずは本籍校での協定大学単位習得プログラムであるからとか、例えばシンガポール国立大学の学生いたんですけれども、その大学では留学をしてそこで単位を取ってで帰ってくるというのが一つのリクワイアメントになっているということで選んできたんだということで、もしくは日本人もしくはアジア系の学生の間から英語力を向上させたいというものから、北海道の音楽文化や先住民文化を扱って文化研究を学べることが魅力だというふうに言う学生も多く、そして自らの背景音楽が好きだとか自らが少数民族だということで受講を希望したという学生がいました。でこれが白老にあるアイヌ民族博物館での見学の様子です。現状は伝統的な娯楽的な意味でのツーリズムのイメージが非常に強いところなんですけれども、矢口先生の方からそういった点を随分と指摘して、これまで気づかなかった学生たちにとっては非常に刺激のある良い機会となりました。これが PMF という音楽祭との連携の様子です。PMFの組織委員会の事務局員が来学して無料で講義をしてくださったり、またリハーサルというものにも無料で、行ってですね、でそこで、そのアカデミー生がどのようにリハーサルをしているのかということを見たりとかいうこともしました。そして、印象に残ったのはこの教育セミナーというもので、この昨年から PMF が始めた一般公開のインタビューイベントです。で今回は指揮者のジョン・アクセル・ロッド氏が登壇して、司会進行はこの授業の担当者の一人であった吉原さんが務めました。で写真では受講生の質問を受けた指揮者のアクセル・ロッドさんが僕らの学生の一人をちょっと舞台に上がってこいという形で演技をさせるんですね、即興で。で結構受けたんですけれども、その時の様子であるとか、ここはアカデミー生が来てくれて吉原さんを司会にどうして音楽が好きなのかとかで自分の背景との関係であるとか、そういったことをインタビュー対談しながら学生たちの質問も受けるというセッションを作りました。そして先ほども言いましたけれども、この授業のやはり一番の特色の一つが、英語論文執筆という、そしてその校閲というものです。英語論文執筆は授業の最終課題、吉原さん、矢口さんともに非常に重視したプログラムの一つでした。課題の理解だけではなく、各学生の論旨を有効に英語で表現する論理構成、つまりアカデミックライティング指導に力を注ぎました。授業終了後から6分提出日までの1週間程度は、イギリス人の校閲者が直接面談やメールできめ細かな指導を繰り返して行いました。これ、授業最後の方のこのお二人の指導している様子なんですけれども、その課題を提出した後は、今度は吉原さんの方が一人一人にメールを送って、成績とコメントを送付、今後の学習方法や進路進学にまで言及しアドバイスした、非常に細かい指導でありました。そういった細かさの中で強調しておきたいのは、やはりこのフレンドリーな環境ですね。この自然な笑い、これは非常に皆さんの前でも威張りたいというか、この矢口さんのこの自然な笑い非常に昼食会を挟んだりとかですね、しながらいい環境を作り出していった。で、僕の場合でも随分もう学生が登録した段階からメールを送って何がしたいとか事情を聞いて、また教科書も事前に配布をしてと。しました。で、授業が終わってから、授業評価をしてもらいました。授業評価では、いずれの項目も高評価です。シラバスにも非常に喜んでいて、課題に対してもまあ多かったと思うんですけれども、まあ多すぎるけれどもそれに応える内容だったということで満足しているようですし、授業環境の多様性についてももう 100% ですね。で、そして学外学習の意義についてもおおむね高評価を得た。他にも指導のものと、青と赤が大体プラスの反応なんですけども、やはり随分と大きかった。強いて言えば、まあ北大への満足度というのがあまり高くなかったということで、まあ大学全体としての取り組み方にもうちょっと意義がある。課題があるのかなと。特に日本人学生から言われたのは、学内での広報が十分に行われてなかったということです。ですから外国人向けにはうまくいっていたんだけど、学内でうまくいかなかった。そして新年度もそうなんですけれども、今年度も国内からの応募者がゼロだった。これはどうにかして国内からの留学生を国内からの応募者を取り込んでやっていきたいなというふうに思っています。で、これについても自由記述欄でもおおむね高評価でありました。この授業の目的は大体達成されたんじゃないかというふうに思いますが、ここの方にもあるように、この受講生の英語力にばらつきがあったというふうな意見などもあって。そこら辺がちょっと気になるところではあります。先ほどのところではだいたいいい評価をもらっているんです。ちょっと強調しておきたいのは、矢口先生にもっと授業をしてほしかったという意見まで出ているという、ことです。で、それ以外にも厳しい意見としては、やはり英語での授業なのでレベルにばらつきがあったので、何らかのハードルを設けたらいいのではないかというふうな意見もありました。今後の良い検討課題なのかなというふうに思っています。で、そういった学生たちがかなり満足した成功の秘訣というものは、やっぱり学生自身が英語によるコミュニケーション力が上がったと思ってくれているということで、またやはりエスノグラフィーですので、質問の仕方などを教えることによってインタビュー技術が向上したという感覚で、論文指導もするということでアカデミックライティングができるようになったというものが、文化研究の基盤を理解する異文化理解、海外留学への進路相談、海外進学への推薦状に加えて、学生たちが自信を持った理由になっているのだと思います。事実、今回この授業を受けた学生の一人は今回アメリカの大学の大学院に進学することになっていますし、やはり随分ときっかけになったようです。で、そういった学生たちがうまくいったと思っている理由には、我々の仕組みがうまくいった成功の秘訣があったのではないかと思っていて、それはまず受講生とのコミュニケーションというものを非常に意識的に行ったということで、プログラム自体もこれまでの先生方もお話しされてますけれども、座学演習フィールド実習のバランスを分配したということ、そして PMF や愛の博物館の方々、学内の国際連携機構であるとか文学研究家の URA の人たちとかなり密に連絡を取り合って、でマニュアルを作りながらですね、来年は少しでも楽になるようにということでマニュアルを作りながらこの授業のプログラムを作っていったということで、そしてやはり学生は17人いますけれども、我々から見ると17人だけども、あそこから学生たちから見ると1人の先生でしかない、つまり個別指導というのを徹底的にやったということです。でそれで役割分担というものもちゃんとしました。その結果ですけれども、この PMF2016 というのは、随分と大きな反響をいただいたと思っています。まずこの PMF という札幌を代表する教育音楽祭の中で、その北海道大学との連携というものが、公式報告書の中で報告されたりとかですね。また、その PMF であるとか愛の民族博物館との連携というのが深まる中で、沖縄県立芸術大学の先生がインタビューにいらして、で北海道大学と地元の音楽祭との結びつきについて専門誌に記事を書いてくださったりとか、また北海道サマーインスティテュート HSIの中の基幹授業として注目を浴びて、おかげさまでこのように今日ここに招待されたりとかですね、北海道大学の成果報告フォーラムの中で発表することになったりであるとか、でもしくは PMF のパンフレットの中でこの授業との連携が紹介されたりであるとかいうような状況になりました。今後の課題と展望なんですけれども、やはり英語でやる授業なので英語論文執筆指導をもっと拡充したいなという気持ちはあります。で PMF との関係、愛の博物館との関係というものもどんどん強化していきたいというふうに思いますし、やはりそしてそういったものをつなげてですね、グローカル教育プログラム、地域連携型で分離融合型、そして富士山学のような宿泊型のプログラムというものをぜひ作っていきたいというふうに思っています。そのためには地域の自然や文化資源というものと教育というものと研究、この3つが上手に循環していかないといけないだろうと思います。でしかも教育と研究であるとか地域自然文化資源が双方向で相乗的な効果をもたらすということが重要だと思います。でそれは単に教育で頑張ればいいとか魅力ある自然を使えばいいだけではなくて、やはり研究というものについても高いレベルで持続可能な事業を開講する本当の秘訣は、研究者にとって魅力ある地域大学を創造することだというふうに思っています。ですから研究者が来てください、さっきガリー先生の話ありましたけど、12度は手伝うかもしれないけれどもいなくなるようじゃ困る、やはり北海道で研究をしたいというふうな環境を地域として大学として作っていくこと、それが長続きするのではないか。事実、本授業の場合こんなことに講師の矢口さんはアイヌ文化を研究してきましたし、吉原さんは PMF の研究者である。だからお二人ともお願いしますと言ったらもう喜んで来てくれた。でそれで来年も来てくれる。そういうふうなものがあったとありました。将来的には学習ツアー型の教育研修教育プログラム、勝手に想像してるんですけれども、クール北海道セミナーというものを実現したい。クールは涼しいとかかっこいいの両方の意味を持つ冷涼な気候と文化資源にあふれた北海道で、北の研究拠点である北海道大学はクール北海道を世界に向けて発信することができるのではないか。すでに2017年度の応募も始まりました。去年は全体で130人だったんですけれども、今年は260人。この授業も PMF2017 と題して開講するんですけれども、すでに海外から13名の応募がありました。去年の倍です。そして多分学内からも多く来るでしょう。で応募理由の作文をいくつか並べてみましたけれども、この本授業の狙いというか特徴というものが去年よりもさらに理解されて浸透しているなというふうな印象を持ちました。今後もグローバルな研究視座でローカルの課題をインターナショナルな教育環境の中にオリジナルでオーダーメイドの授業を持続的に提供することを目指していきたいというふうに思っています。大切なのは繰り返しになりますが、研究者にとって魅力ある地域であること。その地域にグローカルな研究拠点を創造すること。それが持続的な教育環境を提供する秘訣だと思います。またクールで魅力ある北海道とクールで魅力的でありたいと願う北海道大学はそれを実現する可能性を秘めていると思います。以上、ご清聴ありがとうございました。